かる。宮迫に超冷たい。ヘラじゃ。またこの宮迫の件なのですが、今回は面白いので許してね。だってね、あの粗品を煽って宮迫が大大炎上したヒカルの誕生日会のあの動画。お前アメトークみたいな番組作ったっけ？その張本人ヒカル33歳が自身の YouTube でゲストの鈴木治があの宮迫騒動に、大好きだから言いますけど宮迫さんが悪いと思いましたと笑いながらコメントしてて、これについてなんとヒカルは、正直僕もそう思ってます、横で何言ってんだろうこの人って思ってましたと、まさかの裏切り。これは絶対宮迫さんが悪いと思う。これ宮迫さん大好きでしょ、はい、大好きで言いますけど、はい、あれは宮迫さんが悪いです、まあ、正直僕もそう思ってます、はい、僕も横で、うん、何言ってんだろう止めながら。じゃあカットしてあげてよ。お酒も入ってたし、しゃあないか。しかし、なぜにカットしなかったのか。そう、ヒカルはネット配信者。これを美味しいと絶対思ってるわけよね。さらに放送作家の鈴木氏は、今回の宮迫のことを、芸人には2種類いて、ゲイで見せる人と人生で見せる人。そう、宮迫は人生で見せるタイプ。みたいなこと言ってて、それゆえに、あの、アメトーク作ったっけの、宮迫からの、作ったのはお前じゃねえ、と、視聴者に反感を食らい、謝罪してこそ、あれぞ宮迫だと彼を肯定した。アメトーク僕が作ったなんてことは一言も言ってないんですけど、思ってもないし、反省しております。もう勘弁してくれへんかな。もうしんどいわ。だからこそ宮迫博之は面白いと大絶賛。さらにその場にいて己のセコさを気にするカジサ君に対しても、セコいからこそそのままでいてほしいと彼を肯定した。さすが鈴木氏、 NHK バリバラに関わった経歴の持ち主、多様性を認める優しい発言で嫁も可愛すぎる。そんで動画は大盛り上がりだったけど、ネットの記事を見て、多分動画を見ていなかった F コメミンがヒカルに対し大激怒。本当に髪の毛の色と発言と同じで、全く自分に芯がない発言だわ。宮迫のことをどうこう言えるくらいまっとうに来てないやろ。SNS でも人のことをダラダラ喋り、女とのこともベラベラ喋ったり、書いたり、あ、これ下ネタじゃないんですよ。鬼の首を取ったかのように、弱いものを吊るし上げて、お金持ちだと自慢して、はべらかす。いいご身分だね。まあ、好き勝手生きてもいいけど、面白くもないし、人が関心持つこともないと思うのだが、こんなものを記事にする記者、もうネタがないのかね。に、8000いいね。ネタがありません。そのネット配信者って、欠点が多いほど注目が集まるのよね。ちゃちゃー。その人たちで仲良くコラボとかお付き合いできるのってすごいよね。数字さえ持っていれば誰とでもコラボするんだもの。それはすごい。その後に鈴木氏は、芸人同士はもっとバチバチ喧嘩してほしいみたいなことを言ってて、あのいいとも最終回で芸人同士が仲良くしてから、あの後から芸人たちが喧嘩をしなくなってスイーツになりすぎたという、そう、あれがビッグブーンだったと。確かに動画見たけど、いいとものは気持ち悪かった。我々もほら、コンビニューズが来たらネットが荒れるから。やべえ、体育会系のトンネルズが全員ボッコボコにしてほしかった。そしてその中の爆笑問題あたりが何か尖ったもので、タカさんを後ろから、あ、ごめんなさい、まあ、そんな感じでネット配信者も芸人ももっと揉めろ。あったー。